あ、マジで自然と戻る。これで戻してもらうわけじゃないよ。釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。全然わかりたくないんですけど。ん、これはこれはもうローの話は終わったってことやね。勇者の仲間たち、綺麗。その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。あ、もしかして今までのあの何、主人公と合流する前のみんなの姿をここで見よったってことかな。たとえロトゼタシアが闇に包まれても全てが終わったわけではない。まだ希望はある。これはあれやろ、なんか水中にある国の、うわうわ不気味。亀だけは可愛いけど。なんだよ、無言で去っていくなよ。人の顔を覗き込んできといて。あ、鏡？あ、これでもうあれか。もう主人公の方に戻ったってことやんね。なるほど。もうこの本筋の話に戻って、追加シナリオ分が終わったってことか。勇者の力が失われてしまったようだ。希望の仲間たち。ロトゼタシアが闇に包まれても決して諦めない強き仲間たちに贈られる称号。ロトゼタシアっていつもすごい言いにくいんよね。なんか噛みそうになる。この辺話結構覚えてると思う。なんだ。おお、目覚めた、目覚めおった。勇者様がお目覚めじゃ。地上がね、めちゃくちゃ荒れたけど、水中はまだ全然大丈夫だったよね。すごい間抜けな顔。一時はエラ、皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡、女王様に報告じゃ。エラ、魚の姿しとるけん、やっぱ一応ちゃんとエラ呼吸もできるんやね。これはあいつについていけばいいのか。一応下がる。ああ、イエス様、目が覚めてよかったわ。あなたは海底に落ちてきてからずっと眠り続けていたのよ。今地上では大変なことが起きているそうね。地上がどんな様子か知りたければ、女王セレン様に直接お話を聞くといいわ。女王様は王国の一番北にある海底宮殿の玉座の間にいらっしゃるはずよ。というか主人公はどうして魚の姿になったんやったっけ。その辺が謎なんですが、だって海の中に落ちてきたんやろ。落ちてきた時は人間やったんかな、もうすでに魚やったんかな。あー、なんかすごい綺麗な世界、いいっすね。めっちゃいかつい。超いかつい。どうもー、ようこそイエス様。女王様が玉座の間にてお待ちです。宮殿の上の方にある扉を通ればすぐに玉座の前へ行くことができますよ。本当は手助けしてあげたいけれど、少しは体を動かさないと立派な尾ひれがバカになってしまいます。ご自分で玉座までお上がりください。これも鍛錬ですよ、勇士様。でもさ、あれじゃない？別に魚の姿で鍛えてもね、今後ずっと魚でおるわけじゃないやろ。人間に戻るよね。え、待って、どこなんすか。もっと上？え、上の方すぎん？そんなもん？ん？あ、これや。なるほどね。あれ、話せないの、君。あ。イエス様、お元気そうですね。玉座の間で女王様がお待ちですよ。早く会いに行ってあげてね。はい、会いに来ました、私。あ、おったおった。おや、要件はお済みですか。それでは王宮の入口に戻られますか。いや、今入ってきたところです。了解しました。王宮の入り口に戻られる時にはどうぞお声掛けください。あ、さっきの人、人じゃないかもしれんけど。勇者がお目覚めになったのね。
こうしてはいられない。時は満ちましたわ。やってきました。私。うわ、なんかすごいパラ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 崩れ落ちてきよるけど大丈夫？陛下。大丈夫よ。私この人めっちゃ高かったんやったっけ？そんなことなかったっけ？それまでは。大臣的な感じかなこの人。どうも。あらおはよう。その姿とってもお似合いよ。どうも。いつにも増して可愛らしいわ。いつにも増して？人間の時も可愛かった？傷はだいぶ癒えたようですね。王国の民があなたを運んできた時にはナンパ船みたいにボロボロだったのですよ。あ、その辺に浮かんどったってことかな。海に落ちて。魔王はあなたを死んだものと思っていました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の姿に変えていたのです。ああ、なるほどね。じゃあやっぱりここに来てから変わったんやね。あれからもう数ヶ月になるかしら。めちゃくちゃ眠っとったんやね。私の魔法で魚の姿になったあなたは、今までコンコンと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えれば、人間の姿やったら、やがて人間の姿に戻れるでしょう。ずっと海中にはおれんかったんかな、こんな感じで。無理は禁物ですよ。あ、マジで自然と戻るん。これであなたも戻してもらうわけじゃないよ。釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。全然わかりたくないんですけど。釣られる魚の気持ちわからんやろ。だってこの状態でスイスイって泳ぎよってさ、別に口に針引っ掛けられるわけじゃないやろ。聞きたいことがたくさんある。そんな顔していますね。マジで私には何も考えてない顔としか思えんのやけど。あなたが挑んだあの戦いすごいほうけた顔にしか見えんねやけど。共に戦ったお仲間のこと、私は全てを見ていました。あ、水晶を通して、あのさっきまでの仲間みたいな感じでチリチリになった仲間たちもね、無事やったけん。すべてを受け入れる覚悟ができたら、私についてきなさい。何に受け入れる覚悟って、怖。そしてどこに向かうんすか。まあ一応行くしかよね。森人の海への扉が王家の人魚以外のために開かれるのは何百年ぶりになるでしょう。それほどまでに女王セレン様はユイ様にお伝えしたいことがあるのです。どうか心してお進みください。なんか知らんけどすごいことらしい。待って、一瞬上がり方がわからんかった。ここ入ってったよね。どうもサメさん、話せない。女王様はこの先の森人の海であなたを待っておいでです。どうぞお進みください。ありがとう。じゃあ入るね。入る？出るかな。森人の海。これはスピードアップとかはできないのか。一応上がって下がって繰り返しよったらスピード出るかな。まっすぐスピード上げたいんやけど。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは森人の海、うんうん、海底の王たる者だけが立ち入ることを許された海。むしろ何百年前には人間が一回来とったんよね。すごい。やっぱり人間じゃないけん寿命長いかな。千里の真珠、川や湖、一滴の朝露、あらゆる水に魂を乗せて地上の様子を見ることができる秘宝です。魂を乗せて、なんかいろいろと犠牲を伴いそうな感じやな。大丈夫？命削ってない？地上にこっそり雨を降らせました。今ならこの雨を通じて世界を見ることができるでしょう。水のある場所しか見えんかったんやっけ。こっそり雨を降らせました。雨降ってきたら多分気づくよ普通に。こっそりしたところで、室内におったらわからんかもしれんけど、ザーザーぶりとかじゃなかったら。さあ準備はいいですか。今世界はどうなっているのか、千里の真珠に触れるのです。
あ、準備ってそういうこと？心の準備？今世界がどんな悲惨な状態になっとるかみたいな。まだあれよね、自分がやられた後の絶望の世界みたいになっとるのは主人公は見てないんやっけ。まだ準備はいいですか？千里の真珠に触れるのです。はい。あ、その場で見るんかと思ったけど、何？直接？直接向かう感じ？てか VR 的な感じかな。これが今のロトゼタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに挑んだ、直接自分たちがそこに生きてるような感覚になるっていう。世界は死んだのです。めちゃくちゃボロボロやん、やば。絶望、絶望すぎるわ。熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、水を干上がらせた。空からは燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し、この世の終わりやね。大地を砕いた。もう本当に終わりっぽい感じやけどさ、世界。魔王ウルノーガは多くの命を一瞬にして奪い去ったのです。絶望が新たに生み出すものは、もう今残ってる人たちも自分がいつ死ぬかって感じやんね。私は全てを見ていました。しかしどうすることもできなかった。まあ、でも一国の主やけんさ、まずは自分とこの国をどうにかせんといかんよね。まあ、今んとこ平和やけど、他の国の言葉にことまで気にかける余裕はないよね、こんな世界で。お、生き残り？まだちっちゃいのに。教会よね、ここ。死んでる。みんな死んでる。え、この子以外みんな死んでる。あ、同じぐらいの歳の子も。誰か助けて。え、もう両親とかも死んでしまったんかな。そこに誰かいるの？え、気配を察知する。助けて。そんなことを言われても助けられない。誰？人間に戻った？今のタッチで。ん？ん？違うな。そこにおるな。誰？向こうから触れられたことによってなんか人間の姿に戻ったんかと思った。もう帰る家もね、家族もいねえ。みんな目が死んでる。命がまだあるじゃねえか。それ特にこの右側の女の人、歩き続けろ。もう全ての希望を失いましたみたいな顔。そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこなら私たちを守り助けてくださるわ。一応これはこの二人で会話しよるんか。独り言じゃないよね。諦めるな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わるよね。絶望してはいけない。生きるんだ。歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。みんな体力違うやろうに、きついよね。主婦っぽい感じやし、お姉ちゃんかもしれんけど。あ、さっき助けたのここ。絶望の中にも希望は残っています。この世界のどこかに彼のような希望の炎をいくつか感じます。それは多分あれよね、仲間たちってことよね。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。消えようとしてるってことは違うんか。死にかけとるってことよね。それは他でもないあなたの役目。世界の意志たる命の大樹は地に落ちました。そして今世界を滑るのは悪しき天空魔城に住まう魔王ウルノーガ。
あんまり外から見ることもできんのやな。魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世のすべての命を摘み取り、悪しき力に変えようとしているのです。あれをご覧なさい。こんな中でも希望を持って歩いて生きよる人たちが、なんか光おる。何あれ。え、これ海底王国やないか。こんなに距離離れとったんや。まあ、距離離れとるっていうか、あれか、みんなの様子を VR 的な感じで見に来てるだけやけ。魔王ウルノーガの手のものです。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き、難を逃れてきましたけれど、それももう限界です。え、もう破られてしまうってこと。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。え、どうする。めちゃくちゃ冷静やけど、国滅ぶんやないん。大丈夫なん。間もなく結界は砕け、逃げれるんかな。海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。え、でもみんな結構いつも通りな感じで生活しよったけど、周りの人魚たちはそのことを知らないのでは。大丈夫。もうあまり時間がありません。誰も焦っとる感じなかったよね。王国へ戻りましょう。ここは王国ではないな。ちょっと王国の裏手の場所って感じかな。森人の海、こっちの方向でいいよね。いまいち自信がないけど、スピードアップがしたいんですけど。お、海底王国ムーレア戻ってきたよ。なんだ、どうすればいいんだ。さっきのサメは、ん、おらんくなったんかな。今こっから出てきたんよね、私。ってことはおらんくなったっぽいな。ねえ、女王様は、女王様が海底王国の民を集めて大切な演説をなさいますので、勇士様もご参加を願います。演説は王宮の外で行われます。ゆっくりしている時間はありませんぞ。どうかお急ぎくださいませ。あ、了解です。ってことはやっぱり危機ってことは分かっとんかな。あ、あれかな、なんかみんな集まっとるっぽい。おるよね、あれ。おったおった。なんかちょっとサメとかが、何かあったの。え、海底王国の民こんだけじゃないよね。なんかちょっとした大家族ぐらいしかおらんけど。あれほどの世界の惨状を目にしても、その瞳に浮かぶ光は消えてはいませんね。なんかこの人のさ、なんか人の感情を読み取る力みたいなのすごすぎん。私の目にはなんかずっとボケーっとした感じにしか見えんねえけど。いろいろと勝手に読み取ってくれよるけど。これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪ったあの破滅の最中にいながらも、あなたはこうして生きています。ほら、まだ全然優雅に魚たち泳ぎよるのに。そう、それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にあると大樹が告げているのやもしれません。そんなゆっくり話してて大丈夫ですか。何、なんか水流が上に向かって。世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい、うん、希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。仲間たちと一緒にまた向かっていけってことよね。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に、歩むべき正しい道が示されるでしょう。なに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 、なんかさらに流れが速くなったんやけど。すべては大樹の導きの。みんなざわざわ。見ろ、結界が。え、めっちゃ危険やん。みんな逃げて逃げて逃げて。あ、逃げた、チリチリに。ウルノーガはせっかちなのね。別れの言葉も言わせてくれないなんて。なんかもうまるでもう会えんみたいな。ん？水晶砕けたよ。手に持っとった。
前を向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは。勇者とは何？勇者とは最後まで決して諦めないもののことです。あ、めっちゃ流されていく。え、これみんな逃げれるのかな。でも上向かって勢いおるけど、上こいつおるけど、うわ、めっちゃすごい数。まあまあ、僕の民どもよ、その命魔王様のためもらい受ける。喋れるんか。滅ぶんやない国。うわ、横を通り過ぎた。人型をしてなかったら普通に見逃されるんかな。ただの魚みたいな感じで。てかここどこよ。どここれ。上がればいいのか。あ、これ何。いや、なんでもねえな。あ、なんか、キラキラしとる。美味しそうなエビがぶら下がっている。エビを食べ、エビ？釣られる魚の気持ちがわかる。お、これ釣り上げられる。食べられるんじゃない？大丈夫？釣り上げられたら生きていけんくね？魚。こいつはでかいぞ。まさか伝説の人食い用マグロか。なんだ人食い用マグロって。俺は海の男アラーニ。名乗らなくていいよ、別に魚相手に。そんな重くないよね、チッコパッカシ。やったぞ。こりゃ大物だ。世界が破滅したって言ったって、生きてりゃいいことがあるってもんよ。たくましいな。めちゃくちゃたくましいな。自給自足の生活ですか。お、人に戻っとる。ってことはもう治癒したってことか。そりゃ固まるよね。誰やねんお前としか。なぬ、人。おい、あーちゃん、どっから乗ってきやがった。今あなたに釣り上げられましたけど。いくら腹が減ったって魚の餌を横取りするやつがあるかよ。一体何があったってんだ。いや、くわえた時は魚だったんですよね。おい、あんちゃん、泣いてんのかい。目の前で王国が滅びたけん。あの人たちどうなったんやろ。やっぱ無事ではないよね。人ごと滅びた。つらーい。何が何だか分からんが、深いわけがあるみてえだな。よし、困ってるやつは放っておかねえ。それが海の男ってもんだ。おお、かっこいいっすね。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て一晩休んでいけよ。こんなご時世だ、安全な場所はどこにもねえ。てかすごいね。あそこなら最後の砦なら力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには英雄がいる。俺たちの希望だ。さあ、そうと決まればさっさと執行だ。きっと仲間の誰かってことだよね。あんちゃん、しっかり捕まってろよ。こっから先は海が荒れるぞ。誰だ、そんな話別になかったよね。伝説の、伝説、いや英雄、まあ、それぞれの話の後にいろいろあったってことかな。希望の灯火、海底王国の女王セレンの導きにより世界に希望の炎を灯す使命を背負った者に贈られる称号。ここはどこですか。デルカコスタ地方、漁師小屋。デルカコスタってどこやった。じ、びっくりした。そんな場所からなんか気づいたりとかする。カニさんたち、どこなんだろうか。これはデルカコスタ船着き場。あ、そこになんか人が。ん？おお、あんちゃん、お目覚めかい。もう一人誰かおったことない、そこに。しかし嫌になるよな。もう朝だってのに、まるで夜みてえに真っ暗だ。一日中この明るさか、めっちゃ嫌やん。なんだよ、あんちゃん。一応微妙な差はあるんかな、明かり。あそこを見てみなよ。
あの不気味な闇はおっかねえ爆発が起きた日にネルカダールっつう国の城から突然湧いて出たって話でな。それ以来あの闇が空を覆っちまって、この大陸に住む俺たちはあ、もうずっと太陽ないんや。見ていないってわけ。やだな、なんかね、明るい光を拝みたい。まずい、隠れろ。外こんな状態でも海の中めちゃくちゃ明るくなかった。本当になんか平和そのものって感じの世界観やったけど。危ねえ危ねえ。まあもう滅び、もう滅びたんかな。闇と一緒に城から湧いて出た得体の知れねえ魔物どもだ。ちっ、奴らめ、腹をすかしてこんなところまで出てきやがったか。得体の知れない、いつまでもここに隠れてるわけにいかねえな。 あのなんか面倒見てやりたかったな。目が赤いやつじゃない。この小屋で食料を調達するのが俺の仕事でな。悪いがここを離れられん。あ、一人でなんかいろいろしよるわけじゃないんか。だがな、仕事ってことは誰かのために、一刻も早くもっと安全な最後の砦に行った方がいい。ふんふん、あそこには俺たちの希望、英雄がいるからな。めっちゃ言うね、めっちゃ押すね。あんちゃんを守ってくれるはずだ。まあきっと仲間やろうけん、そこで合流してこう。ここから西に行くと医師の大滝がある。あ、その辺か。最後の砦はそこを抜ければすぐだ。気をつけて、また会おうな。医師の村があれやろ、一番最初のあのおばさんとか幼馴染と一緒に住んどったとこよね。もはや幼馴染の名前も覚えてないんやけど。え、何に？おう、イエス様、こんなところにいたっちか。わしはヨッチ村にいるクルッチのおじのおじっちだっち。命の大樹がなくなった後、イエス様の行方がわからなくなったから、ずっと探していたっち。待って、普通に喋りよったっけ、君。うん、全然覚えてないんやけど。いや、なんか、その辺をさ、いっぱいなんか、一回魔王を倒す前やったんかな。倒す？倒したっけ？魔王のなんかいろいろがある前か。なんか頻繁に本編の中でさ、なんかちっこいこういうのが出てきて、なんか話しかけれんのかなみたいなめっちゃしよったけど、そんなんあったっけ。何、ヨッチ？こんな大変な時に申し訳ないけど、引き続きヨッチ族の使命を果たすお手伝いをしてほしいっち。ほら、なんか引き続きとか言われおる。全然記憶にねえ。じゃあヨッチ村に行きたくなったらまたわしに声をかけるっち。ヨッチ村、気になる。いやー、びっくりした。大地が地に落ちたあの日から突然この辺りに魔物が強くなってるんだ。旅人さんも真っ赤な目をした魔物には気をつけなよ。奴らは凶暴化して以前より強くなっているからな。不安なら向こうにキャンプがあるから遠出の前に寄っていくといい。一度行けばルーラでも行けるようになるからな。さて、おう、旅の行商人、しかし今は大丈夫です。ありがとうございました。不思議な火事で作った出来のいい装備品は高く買い取るのでよろしくお願いしますね。了解です。その辺にも赤い目のやつらはいるんだろうか、わからん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、ヨッチ村っていうのが気になるけん、じゃあ次回ヨッチ村に行きたいと思います。え、行ったことあるんかな、ヨッチ村ってとこも。いや、全く記憶にない。むしろこの子たちと話した記憶もない。あー、なんかあったような気も、わからん。わからん。